開けるよ。おい、そしてこれ、まずこれから、これまずこれ、で今まではもうアタッカーに、これね、ラントレじゃないから、お前を頼んだりしてたんですけど、デカキンさ、これね、ラントレじゃないから、最初の軍資金を引いた、これラグのやつ、金額だけでやってくださいよ、ラグのやつ、そう、差が結構どれから、これから、デカキンになると中身わかんない、わかんない、でも一人ずつ入ってる。例えば3000円を買って、で3500円になりました。ラグの写真、3500円で食事できるって言ったらいいじゃん。だけどこれをココナッツのラグのやっぱじゃん。こうよな。いいの見て。え、なんで一緒に見るよ。一枚ずつ出して。多めに当たりたいっていう欲が出ちゃうと、やっぱ重さでして当たらなくなる。一人ずつ入ってるから。だからそれはけど、あれとかじゃないから、これは一人ずつ入ってるから。じゃあ、本当の。おお。綺麗。もう欲にまみれた。おお、いいね。いいね、いいね。万円の軍資金として朝ごはんのレース、乗ってけ、乗ってけ。すごい粘着力。すごいね。そのレビューカップで。おお、いいね。あら。で、これはもう本当天国から来たんで、もう当たったらっていうことでやってます。あら。じゃあ早速ちょうどいい、音がちょうどいいですね。かわいい、びっくりした、かわいいよね、これ。わら、いいじゃない。おー、おー、おー、いいな。どこ向いてんの、どこ向いてんの。いいじゃん。それでは早速いいね、このレースに挑戦したいと思います。じゃあ次こっち行きましょう。そんなに、これあれで緑のやつ、もうどの緑のボックス頼んだじゃん。今日あれね、誰の、誰出るかな、ないの。待って、誰出るかな。もしくは絶対誰が出るか、多分これだな、ダメかな、それ誰出るかなだと思う。2セット、それ何で、何、一番人気12番、ちっちゃっ、ねえ、4.3 倍今のところついてるんで、3000円。ボードを話してたじゃん。ボードの話。ボード、うん、あんなボードかなと思ってたじゃん、ちら。ボードだもん。ちっちゃこれ。怖いこれ。ミニボード。ボードじゃん。ミニボードって書いてなかったよ。ミニアートボードって書いてる。だね。誰かわかんない、これ。最高の名前ですよね。しかもこれ北さんのお子さんなんで、期待できますね。しかも一番これちょっとずつ出して。さあ、当たるのか。あさあ、ピリピリしてきたな。これはこれでピリピリしてくるね。どういうこと、どういうこと、はい、誰、マイカだ。これリコだよ。これはもうデカキンへのプレゼントみたいなもんだ。マイカだ、かわいい。だけにプレゼントしたけど、だから僕を買いなよって。かわいい。勝ちます。もう間もなくなんですけど、違う、なんとです、かわいい、これ何それ。一番人気になりました。おもちゃみたい。確かやっぱりパドック見てみんなマイネルオーシャンじゃねえってなったんだ。かわいいね。よし、これ開けます。あ、ちょっとだけ、これ誰かわかんない。いや、逆です、あのプレゼントもらいます。リコって書いてる。はい、こちら2番に直しました。で、デカキンは最近あのダイエットもしてるんで温泉水飲んでます。飲むなかな。どうも。もう分かっちゃうじゃん、裏目。これは、これポストカード。1着のみ、誰の、誰、みんなだったの。1着に来るののみ1点掛け。あー、お願いします。12番スタート見せない、みんなじゃなかった。これ開けます。4番手ぐらいかな、これ3番手で上がってって、今緑ぐらいまで来ました。はいはいはい、いいよ。さすがクリスマスパレード。12番1番手、ただ後ろから6000だよ。後ろから来てるけど、うるさい、出かけ。これもうクリスマスプレゼントじゃん、うちらの、ね、オープンだ。ドア後ろからもずっと割れてたから。それではいくら当たったの。やばくない、今ですね、いくら当たったのかなと思って確認しようと思ってみたんですけど。やばくない、これ立てんの一個ずつ。立てません。もう紙だから開けたくないか、直前まで狙ってたのクリスマス。これ見ようよ、後で。もしくは穴のおまさん、え、かわいい、めっちゃかわいくない。これで買った気になってたというか、食のレース、かわいい、かわいい、よっ、よっほー。だってこれ当たってたら12000円、約1万円。いいな、見せてよ。リコッタパンケーキとか、おいしいもの食べれたのよ。
めとけない。これ絶対。ダメだよ。開けない。いやもうそうね。はいはい、ちょっと。これ開けれないよか。朝食のレースを書いてあげます。開けないけど見たくない？それでは朝食のレースです。朝食のレースは中山6レース2歳1勝クラス。これもう一個買って、なんか買ってさ、立たせればいいんじゃない？これ2回するんですよ。ああ、これだけ言ってる人いるかな？絶対に言う。転売売だ、転売売。のを言ってて、これ名前に転売売、売売売売売売。ツーズレース。ちゃんと買いました。自分を磨くことが手帳じゃない、手帳。当てると思います。はい。おお。使う？遠く離れた僕らを繋いでいるのは、でしょうね。おお、かっけえ。出すの？もうなんか全部あの3着以内に入ってるっていうのもあったんで、副賞は間違いなく来るだろうと。で、しかもあの副賞でも2倍以上ついてたんで、かわいすじゃない？これにかけたいと思います。まあここでね、また出会ったのも何かの縁。これもう一個欲しい。はい、間違いなく言ってくれると思います。これグレート待ちたいと思います。写真立てじゃない？ちょっと先ほど書き忘れたんですけど、これは6枚。これ写真立てだ。だからね、どんだけね、難しいか。可愛い。確かにそうだね。6番人気なんで。はい、おじさんが叩くれましちゃいました。これ当たればチャラだから、さっきのクリスマスパレードがチャラになるから、これ当たればね。はい、スタートしました。はい、スタートしました。まあ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 、スタート、まあ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 ですね、スタートは。9番、はい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 。今、1、2、3、4、5、6、7番です。やーほー、もっと内側から出てきてる。内側これマック欲しい。飾る用で欲しい。出かけうそ。出かけうるさくない？今日出かけうるさくない？これはまあ可愛いよ。お願いします。よー。ということで、結果が出ました。カルフ。男口。男口。あ、そう、説明私忘れてましたけど、おちょこぶち単勝っていうのは1着を当てるやつで、副賞っていうのは3着までに入ればいいものを当てるやつだったんで、いやーやーほー、はい、50円ありました。で、2000円になった時、山下さんは俺の金額なんかで食べる。もちろん、あー、わかりました。お願いします。はい、わかりました。すごい。それでは2000円でお前を注文したいと思います。キラキラしてる。おお。あのもう次はお昼のレースをやらないともう間に合わないんで、一旦これ横に置いて、あお昼のレースやりたいと思います。ご飯のレース、キラキラしてる。こちらは阪神9レース豊中特別衣装クラスですね。ハサミで切ったんじゃない？そういうの。圧倒的に抜けた2頭がいるんですけど、ロンドンアブニールとバイアントバイオっていう2頭がいるんですけど、ちょっとね迷ったんですけど、かわいい。やば。これキャレンダー。お父さんにあげるやつだ。ロードアブニール、バリアントワイド。お父さんに渡すやつ。お願いします。で、次に7番のバリアントバイオ。4番人気のフローツラング。そして5番人気のニットライズ。ニットライズもね、前出てきたのよね、おまさんレース生活で多分。やってる。一応ここは 1,2 番人気なんで、オッズがそんな4倍ぐらいしかつかなかったんで2000円、はい、買いました。で、やばい、こちらの3と9のこのやつに関しては20倍以上ついたんで、だから500円でもうここは来ちゃいます。やばー。で、合計1着来た時が本当にもうデカキンは耐えられない。かわいいわ、みんな。かわいいね、みんな。最終的にデカキンが決断したんで、それでは早速もう来ると思って、早速見たいと思います。向かっていこちゃんだよ。だからこそ世界初の戦のそばにいつもエンパイアフューチャー、世界初のノート PC。 え、なんかあるって。まだハッピーニューイヤーじゃない。いつもこれハッピーニューイヤー時期だから。僕の見間違いかもしれないんで、カレンダーで見てみます。ということで、結果が出ました。1着、ロードアブニール、
番ちっちゃい。なんとこちらが10万人。やばっ。これで6000円だよ。こちらも8万人。あれ最後に一言言って。2万人、3万人気はもう荒れましたね。バンバン。で、惜しくもこの。